さて、どこかに。あったわ。なんか気味が悪いね。ん？私がこの白寿司をやる前と同じ。内派の中の神社は跡形もないのね。なら始めるわよ。死神の腹を裂けば封印は解ける。ただ私が人柱になる必要はあるけどね。これで死神の中にあった私戻ったわ。江戸転生ができる。ジュゴ、サスケ、水月、準備なさい。わかった。お前たち柱間細胞は実験で知り尽くしているのよ。やはり六体トビは随分身長を期していたようね。私は4人の個人情報物質を持っている。私も蓄積が好きでね。江戸転生の術。仙台のおかげたちが。またオロチマルとかいう忍びか。まさかあの封印術を解く。オロチマルさん、どうやって。私を見くびりすぎよ、ミナト。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。貴様は誰ぞ。あ、ええ、四代目火影です。ほう、四代目だな。して五代目は誰ぞ。お孫様の綱手姫ですよ。今里は大丈夫ぞ。な、何か心配で。俺の掛け事まで覚えて、それはもうわしの作った術をこうやすやすと。それほど難しい術ではありませんよ。わしはこの若造と話している。しかしだの、黙れ。俺は内派サスケ。あんたたちほかげに聞きたいことがある。悪党につくだけはある。トビラマ、そういう言い方はよせと言ったはずだぞ。兄者はあまり。たちになぜあんなことを。もう知っておるようじゃん。イタチは小さき頃から誰も気に留めぬ先人たちからの教えや因に気づき、忍びの先、里の先について考えることができ、この際にしてまるでほかげのような考えを持つ少年じゃった。それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。兄者も知っているだろう。奴ら内派は悪に疲れた一族だ。内派ほど愛情に深い一族はいない。だからこそ内派はそれを封印してきた。一旦内派一族の者が愛情を知ると、今まで縛りつけてきた情の解放とでも言うのか、内派の者が大きな愛の喪失や自分自身の失意にもがき